体験学習を行ったのは下田中学校の1年生で、地元の海で楽しめるサーフィンやシーカヤックなどのアクティビティを6班に分かれて体験しました。このうち外浦海岸で行われたライフセービング体験には17人が参加しました。地元のライフセービング協会が講師を務め、生徒たちはライフセーバーが使う救命具を利用した救命活動などを体験しました。下田中学校は生徒に地元の良さを知ってもらい、町を変える提案ができるようになってほしいと話しています。